こんにちは、カノです。今日もですね、オリジナルのバンダナを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、バンダナの特徴をですね、ちょっと説明したいと思います。実はですね、こう持ってきて説明しようかなと思ったんですけども、まあ、バンダナについてお客さんがですね、見せてもいいよって言われるのがやっぱ少ないんですね。結局は販売用途が我々多いんで、なかなかその辺が難しいところなんですね。ですけど、まあ、特徴はですね、口頭でおしゃべりする、説明することできますので、ちょっとねその辺をね説明したいと思います。バンダナですけども、まあ、一般的なバンダナの生地っていうのはコンパスっていう綿 100% の生地を使います、ね。これはですね、まあ、百貨店で売られているような1500円、1800円で売られているようなバンダナも、100均で売られているようなバンダナも、生地の差はあんまり実はなかったりします。同じようにコンパスの生地を使います。ただですね、百貨店で売られているような高価なもの、あるいはライブ会場やコンサート会場などで売られているもの、まあ、我々が手掛けるものなんですけども、まあ、そういったものについてはですね、染料プリントっていう方法を使います。インクジェットプリントでもそうです。染料で作ります、ね。ところがですね、100均なんかの場合はあそこで、顔料プリントっていうのが一般的な作り方なんですね。顔料プリントで作ります。ですからちょっとその辺が差が出て、何が差やっていうことになりますと、やっぱ吸水性とか手触り、ね、染料プリントの方が柔らかいんですね。顔料に比べると柔らかく仕上がります。であとですね、サイズです。バンダナのサイズというのは大体53センチ角っていうのが一般的なんですね。でこれはなぜかというところなんですけども、実はそのコンパスの生地っていうの、生地幅っていうのが110センチなんですよ。1メーター10あるんですね。とすると、ちょうどこう取るのに55センチずつぐらいで取れると。そしたら生地の端をこう三つ巻きしてやると大体 1.5 センチぐらいになるんで、53センチ、ね、ぐらいに、ね、仕上がるというところなんですね。そこで、53センチを2枚作ってダーってやる。でこれがですね、一旦になりますと大体400枚取れるんです。400枚、ね。ですから、まあ言えば経済ロットっていうと400枚単位で注文されるのが一番経済的には、価格的には安くできるというところなんですね。と言ってもなかなかね、400枚を作ることはなかなかないんで、まあそういった場合は100枚とかでも我々、ね、お受けすることもありますのでね、その辺は全然言っていただいていいんですけども、まあ、別にその、400枚以上でも全然問題なく作れます。で逆にですね、今度は100枚以下、まあ、10枚とか5枚とかいう場合でもね、実は作れたりするんですね。これはまた別の染料プリントの方法で、インクジェットプリントっていう方法で我々は作ります。ね、ですからそういった時にはですね、またご相談いただきたいんですね。でどんな形でもですね、1枚から100枚、1000枚、2000枚、5000枚、ね、何万枚っていうのを全部作ることができますのでね、ぜひね、もし作り方なんかわからないところがありましたらですね、ぜひね、聞いてみてください。よろしくお願いいたします。